おはよう。こんにちは。おやすみ。セプテンバー、調子はどうだい？あの日の言葉覚えてるかい？私はね、ぶっちゃけ学校とかクソくらいだと思ってたよ。明日をちょっと行きたくないと思った君へ。大丈夫、大人は楽しいぞ。未来の私へ。ねえねえ、ごめんね。今ね、苦しくて逃げたくなったの。つまらない授業や憂鬱な朝もいらないって思ってた。でも大事だったんだ。いつまでも変わらない時間が流れる気がして、いやなんて言葉を簡単に言ってたんだ。みんなに当たり前に平等になんて、未来はシンプルじゃない、分かってたのに。セプテンバー、調子はどうだい？大人は大変苦しいぞ。教育や未来のためにある正義の言葉、いつも通りを知らない私にとっては壁を作られるようでした。今にもゆらゆら滲んだ世界が夢を食べちゃう。怖くなったの。下駄ばころか鳴るはずだったチャイム。会えないねって別れるのかな。未来はちょっとずつ変わるかな。誰かの笑顔になれるかな。画面越しなんかじゃなくて、会いたい人に会えるかな。今やりたいこと我慢すりゃ、みんな苦しむことないの。そんな今だからこんな苦しいのにな。黒板写した机の上じゃ分からなかったことばかり。そんな私の未来の言葉。ああぶっちゃけ学校とかクソくらいだと思ってたよ。明日をちょっと行きたくないと思った君へ。大丈夫、大人は楽しいぞ。イエーイ。うちとまいちゃんと撮影してます。撮影です。バイ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 バ